それではこれから総括セッションを行いたいと思います。これはですね、全国的にも初めての取り組みですので、少し県民評価者の方もどういうふうにやるかなというところを思われるかもしれませんが、少し流れをご説明します。この後専門委員こちらの方で、意見交換をします。今日事業として取り上げた4つの事業の中で、横に見てですね、どれか重点化するべきものがあるかどうか、もしくは縮小をした方がいいものがあるかどうか、こういうことを、専門委員の方から意見を言っていただきます。で、県民評価者の方は、その議論を聞きながらですね、今お配りされているレビューシート2のところに、コメントをまず書いていただきまして、あとはこの重点的に実施のところに丸もしくは三角を、書いていただければと思います。一つのルールとして、4つ全部丸ということはなしですと、こういうルールがあります。これ、ご説明あったかと思いますが、財源には制約がありますので、限りある資源財源の中で、どういったところを重点化した方がいいのかと、もしくは、こういったところを削った方がいいんじゃないかと、こういうことをやるのがこの総括セッションの趣旨ですので、その中でご評価をいただければというふうに思います。それでは専門委員の方から順次、原木さんから。今いろいろと今日ね勉強させていただいて、まあ、当然県財政というのは限られた予算ですので、自治体市と同じの自治体まで合併でですね、かなり基礎的自治体の力もつけてきていると思うんですよ。そういった流れの中で、複合する県と市の複合する事業って何なのかっていうのを、やっぱり十分県自身が同州性を叫べれている中で考えていただきたいなと。こういう中で、当然市町ではできない医療の問題、高額医療の問題とか難病とか、あるいは教育の児童生徒の問題、こういったものとか企業対策、雇用対策、市町ではできないものへ財源をシフトしていく今の時代ではないかなと、私自身はそう思います。今日の4つの授業でいくと、多分原木さん途中ご質問されていたところにつながっていると思うんですが、特に多分今のお話でいくと、市や町でやっていることがあるから県は今そこに服装的に手を出す必要ないんじゃないかっていう趣旨だったと思うんですが、4つの授業の中で特にどれだと。2番目のコミュニティですよね。はい、厳しいですけどね、新町から見るとお金は少しはもらいたいところだけど、県の事業としてやっぱシフトしてほしいと、そういうことでございます。あの、お願いします。私はですね、NPO 推進事業費丸、それからですね、これは理由はですね、やっぱりNPO 法人が公益を増進するに寄与する、団体として成長しておりますし、重要な役割を担ってきていると思いますので、これは行政としてもですね、力を入れて支援していく必要があるという、内容的にはいろいろまた検討する必要があるということですけどね。で、2番目のコミュニティのやつは三角で、これはコミュニティ施設をですね、充実していくというんですかね、補修していく、そういう必要性はもう非常にありますよね。コミュニティ施設非常に重要だと思います。ただこれをですね、県は思い切ってやめてですね、どうしても必要な財政支援があれば、別の次元で考えて事業としてやめて、もうしばらくに任せろという方がいいんじゃないかと思います。それから3番目のユニバーサルデザインの件ですけども、これはですね、非常に理想主義的な部分もありますので、これを本当に必要だと思う県のトップの方の選手が続くかどうかというのがポイントで、前からやってるからこれ続けようというのではちょっともったいないんじゃないかと。むしろこの事業はですね、市町がやっている町づくり事業というのもありますよね。そういう中にですね、含めてやってもらった方がいいんじゃないかという思いで私は参画しました。
それから男女共同参画の事業については今やってることがいいということで話もないんですけども、やはり男と女がですね共に社会を、まあ、担っているという必要性は非常に高いものがありますし、現実のそこに非常に問題があるという認識を持っていますし、まあ、国の方もね最近成長戦略で女性の力を活用しようというようなことも言ってますし、まあ、そういうことを総合的に判断するとですね、県もこれはまるでですね、力でやっていく必要があるんじゃないかというふうに思います。いただいた施策のテーマが誰もが暮らしやすい社会の仕組み作りということに鑑みますと、これから の地域課題を地域の人々が自主的に解決していくという仕組みを作るということが一番重要なポイントになるのかなと思います。まあ、そういう意味で NPO ですとか自治会ですとか、まあ、男女とも問わず、あるいは障害を抱える方などなど多くの人が参加しやすい仕組みを作っていく、そういうことが必要なのかなというふうに思いますので、いずれにしても今日いただいた4つの事業についてはそういう観点から見たらもう一度再構築されて、しっかりとした県の考え方を示して地域づくりを市町だけに委ねるんでだけではなくて、県としての役割を明確にした上で市町としっかりした協働を取ってもらいたい、そういう中で、こういうところに重点化をしていくからには今いくつかお話があったような事業については、市町との役割分担の中で一度整理をする必要があるのかなと、特に、コミュニティ施設については、包括的な事業に切り替えていく中で再構築をしていくことも必要なのかなと思います。今の、個別でいくと多分2番のコミュニティ施設が三角ということになりますよね。全部三角です。伊賀さん。私は三角はコミュニティ施設です。皆さんと同じで、そもそもニーズがあるのっていうところですね。私はもうこのニーズはもうおそらくなくてですね、特段その作ることよりもですねソフトな点に重点を置くべきではないかと思いました。あと重点的に今後やっていただきたいのは男女共同参画、やはり私も女性で働いておりますので、弁護士は自営業者なので、特段その事業所との関わりっていうのはちょっと薄いんですけれども、ただやはりですね女性が働いていくっていうところに関してまだまだ理解がもう不十分だということはもう本当に感じますね、仕事をしている中で。なので、白書を作るのもいいですけれども、白書をどう生かすのか、調査を研究をどう生かすのか、もうそこを重点的にもっとやってほしい、そこで、まあ、期待を込めて重点的にというところでこれを丸にしました。私は NPO を推進事業費が丸で、あとの3つは三角です。でこれはですね NPO 推進事業費についてはですね発言の中でもしましたように非常に問題はただ感じてるんですけども、今外したらですねはしごを登らしといてはしごを外されたということでですね NPO が今でさえ苦しいのにもっと深刻な打撃を受けるんじゃないかと、まあそういう意味でですね、丸にしたんですけどね。あとコミュニティ施設についてはですね、私はもうそういうところをずっと回ってるものですから、いかにこの施設が大事かというね、だから大きなところをボンと建てたって年寄り行けないんですよね、そこまでね歩いて行ける範囲にある施設っていうのは絶対必要なんですよね。ただそこにですね機械的になんか以前の枠組み通りに補助を出しているというところがですね非常に問題でしてね、だからそういう意味では三角にしたからといってこれは切ってほしくないなというですね、おそらくですね切れば市町も一緒に切っちゃってですね結局住民のところに収容すればいいだけなんですよね。だから県が切ってもちゃんと市町でですねそれを補充するような仕組みができて切るんだったらいいんですけどね、今の段階で言うとですね県が辞めたから吉町は喜んでですね自分のところも切っちゃえという流れになりそうですね、そういう怖さも感じます。だからユニバーサルデザインはですね、これもですねあれほど前の知事の鳴り物入りでやったのにですね今はこの程度の扱いかよというですね
そういう思いがあって、他方ですね、前の知事の時代からですね、どうもその、あの標識だとかなんかですね、そういう形のばっかりでですね、中身という点ではですね、あまり、やる気っていうのは感じなかったもんですからね。だからまあ、そういう意味ではですね、ユニバーサルデザインという名前でですね、今のような事業であればですね、これは参画をやむを得ないかなと思っています。男女共同参画もですね、これほどいわば意識が多様化してきてですね、それをまあ、これが問題のあった当初の枠組みのままですね、やってるということが非常に問題でしてね、もう少しですね、女性の生き方っていうのは非常に多様だし、そして男もまた非常に変わってますよね。だからそういう意味ではですね、私も40年ぐらいずっと男女共同ってずっと追っかけてきたもんですからね、昔と比べたら変わったなというですね、あの地域に入ってもですね、とにかく女はろくなもんじゃねえだとかね、町内会に1回参加させないだとか、そんなこと言ってた男の人がですね、今呼ばれになって奥さんの後ろばっかり追っかけててですね、でそういうのを見てるとですね、やっぱり威張り腐ってる男はいかにですね、実態がない弱いもんだなと思っててですね、で若い人の意識っていうのはまた非常に変わってきてますからね。だからそういう新しい時代状況に合ったですね、ものをやらないとですね、まあ、そういう意味では参画しました。で全体としてですね、ここは大柱としてですね、和を尊重する暮らしの形成、まあ、これはですね、和って一体何だというですね、何かわからないですね、言葉を使っているのは、まあ、これ言ってると切れないものですから、その中の中柱としてですね、誰もが暮らしやすい社会の仕組み作りと。ただこの点でですね、この8つの事業というのは取り上げたんですけども、仕組みという時にですね、その仕組みだけじゃなくて、その仕組みを実際に動く担い手のことをどれだけ考えてるんだろうかなっていうですね、だから仕組みという形だけにですね、行政施策としてこだわっていてですね、でここに出てない中身という点ではですね、さっき申し上げたように、やっぱ抱え込むか放置するかどっちかであってですね、そういう意味ではいわばその行政と対等なんですね、市民を育て上げるという、自立を支援するというですね、そういう行政の手法っていうのは非常に遅れてるというよりは、いまだに経験があまりないというですね、だそういう状況の中でやっぱりですね、抱え込んじゃうかほっとくかってですね、その間でこう揺れ動いてる仕組み作りじゃないかという、だからそういう意味ではですね、やはり仕組み作りっていうだけじゃなくて、担い手作りというものもですね、含んだ上での仕組み、すなわちこういう担い手を育成するから、こういう担い手が活動しやすい仕組みって何なのかっていうですね、そういう視点から の抜本的な見直しが必要だろうなと思います。以上です。それでは原さんお聞き忘れましたので、4事業についてもし重点化するべきもの、もしくは縮小した方がいいもの、もしくはご意見をお願いします。特に何かって言った時、コミュニティをまず第一番に挙げて、全部三角です。先ほど申し上げ忘れましたが、警備員課の方でこれ、無印を選択肢としてありですので、特に重点化したいもの、特に縮小、そうです、無印でもありです、無印もありです。私も少し意見申し上げたいと思いますが、今日の授業、総じて感じたのは、理念、さっき小桜さんおっしゃった、誰もが暮らしやすい社会の仕組み作りという理念は、かなりどの授業においても、その理念を通したものだったと思うんですが、実際にやっている授業が、本当にその理念に沿ったものになっているかというと、非常に疑問だったなというふうに感じました。これは皆さんお話があったコミュニティ施設であれば、結果的にはあれは補助金を出しただけですし、ユニバーサルデザイン、男女共同参画ともにその理念に対して、ただやっていることは講座であったりとか研修であったりとか、なかなかすぐに結びついているようなものではない。もちろんこれは他の事業ですね、特に男女共同参画であれば、今日出てきた事業以外のところでその目的にかなうこともやられているとは思うんですが、少なくとも今日出てきている事業については、必ずしもその
中和社であったり小和社に抱えているような理念に結びついていないんじゃないかと、こういうふうに感じたところがあります。あとは一つ目の NPO の推進事業費については、近い将来の話で今日午前中議論があって、必ずしもああいう拠点含めて行政が、全て、サポートをする必要はないんじゃないかと。でそこは行政側もいつまでもそれを続けるつもりはないというふうにお話をされていたかと思うんですが、やっぱりこれは私自身の組織も含めてですけど、行政依存体質になると必ずどん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 、じゃあ次はいつ補助金をもらえるのか、委託できるのかっていうふうになってしまいがちですので、NPO であったとしても経営機関であったとしても、いかにして自分たちで、ある意味では収益を上げること、また会費を取ることを考えなければ、本当の意味での活動はできないんじゃないかなというところで、ここは再構築をした方がいいんじゃないかなと、こういうふうに感じております。県民の会社の方どんどん書き進めていただきまして、もう一巡ですね、専門委員の方から、今日の授業を踏まえて何か提案ですね、こういうふうにした方がいいんじゃないかというようなところ、もしくは横に見たときに事業間の連携で、これとこれ組み合わせたらいいんじゃないかと、こういうようなことがあればご意見をいただきたいと思いますが、いかがですか。もしも書き上げたという方がいましたら、総合計画、ね、今後作るというそういったことも含めてね、やはり市長と県の事業を複層していると考えると、県の職員と市町の職員、この合同で、ね、県の政策を作るとか、市町村の県の職員が入るとか、やっぱそういう時代に来たのではないかなと思いますので、今後こういう企画政策の立案するときには、職員間の検討委員会というか、あるいは検討プロジェクトというかね、こういったものも期待をさせていただきたいなと、こういうふうに思っています。私は新しい提案はないんですけども、ちょっと先ほど述べた意見に訂正がありましてですね、野印があってもいいということだったので、男女共同参画推進事業は野印にします。というのは他の2つの事業もあるんですよね。3つの事業で結構お金が、お二人のお金がかかってますので、ここで効率化して推進する必要があると、力を抜くというのはなしですね、効率化して重点的に進める必要があるんじゃないかというふうに思います。ですね、私は、これも以前から提案はしているんですけども、行政と市民との関係でですね、市民の自立支援の在り方についてですね、各部局を超えてですね、共同 その研究チームを作ってですね、議論をすべきじゃないかなと思っています。というのもですね、自立支援というのは実は福祉の分野でですね、障害者の法律は自立支援になっていますし、過疎振興も自立支援になっているんですよね。で今高齢者福祉のところでもですね、高齢者の自立支援という形でですね、至る所で自立支援という言葉は盛んに出てくるんですよね。それは結局行政がですね、すごい財政赤字でこれ以上そのニーズに応えきれないよと、だからあんたはあとはあんたらでやってくれみたいなですね、思いが半分ありましてね。だけどそのいわば受ける市民、県民、国民の方もですね、何か問題があったら全部行政に持ってって解決してもらおうというですね、税金払うのは嫌だけど取るものは取りたいというですね、そういうものがかなり蔓延してくるんですね。だから改めてですね、そのいわば県民の意識をですね、行政から自立し、県民としての自己責任とか自助努力というのがあるじゃないですか。そういう、そしてですね、行政としてはそういう自己責任、自助努力を果たそうとしている人たちをいわばサポートするというですね。それは現状ではですね、行政の言う通りになってですね、そして行政から踏んだくるに来ている連中ばっかりを行政は可愛がってですね、それ以外に自助努力で自立して頑張ろうというのはですね、ほったらかしてるという、そういうところに限って行政について
うるさく注文するもんですからね。だからそういうややこしいやつは汚れ置いとけみたいな感じになってるんですね。だから自立支援と言いながら実は行政が自立をかえって損なっているっていうですね。でそういうところはあり方が根本的問題でですね、それを各部局で全部共通しているんですからね。改めてですね、そういうもののあり方ってどうなんだというですね、そういう点で抜本的にですね、やっぱり検討する。それと同時にですね、私はその自助努力とか自己責任とかそういうものを果たそうという人ほどこそ、まさに総合経済の理念である有徳の人に当たるだろうと。だからですね、その富国有徳を県政の理念として掲げるのであれば、その有徳の人をですね、各行政分野の中でどう育てていくのかっていうですね、そういう設定をすべきじゃないかなと思うんですけども、残念ながらどうも最近はですね、有徳よりは富士の国づくりの方が全面出てきちゃってですね、有徳が一歩後退してきてるんですよね。知事もなんか抽象的なこと言っても始まらねえからなってことも言ってるもんですからね、それは極めて残念でね。だからやっぱり有徳というのをですね、もう一度県民に投げかけてですね、だから私が前から提案している一つは、有徳の人っていうのはですね、知事がいろいろ言ってるけどよくわからんと。だから県民のところでですね、自分が考える有徳の人はこういう人じゃないかって推薦してですね、そしてその推薦された人の中から審査をしてですね、この人こそ有徳の人だってで表彰すればですね、どんどん具体的に、あ、有徳っていうのはこういう人なんだってですね、わかるだろうと。だからですね、知事がちゃんと具体的に言ってくれるのを待ってるというのが今の姿勢なんですけども、待ってても出てきませんから、だから自分たちからですね、これが有徳だろうというですね、そういう形でですね、積極的に提言をしていくというね、そういうものも必要だろうと思ってます。以上です。可能かどうかちょっとよくわからないんですけど、ちょっと思いついたのが、これみんな目的は一緒なんですよね。目標は一緒なんですよね。大柱、中柱ですか。でそれに向かってみんながこういろんな部局が頑張っていくっていうことなんだから、相互にお互いに、まあ、相談し合う会じゃないですけど、この小柱の事業をしている部局が各々ですね、自分がやってるのはこうなんだと、この中柱に向けてどこが足らんかなといういろんな発想を含めた部局を超えた相談会みたいなのをやっていけば、お互いに、まあ、競争じゃないですけど競争もしながらですね、共同をしながら目的を達していけるのではないかなと思いました。以上です。私もそこ関連するところで、今日の授業特徴は全部科が違うんですよね。4つの授業すべて科が違っていまして、これ他の班を見てもうちのこの班3班だけなんですが、きっと午前中の2つと午後の2つというのはかなり近い性質のもので、午前中の2つ NPO とコミュニティについてはもちろん考え方としてコミュニティ の整備補助というのは地域でくくっていることと、 NPO とは必ずしも地域だけじゃない、地域の枠組みを超えたというところで、課が違ってやっておられると思うんですけど、実際にはコミュニティであっても地域とは違う枠組み、途中小坂さんがおっしゃっていたように地域とは違う枠組みの中でのコミュニティをどう強化していくかということも今は出てきていますので、そういった意味ではこれ全て課が違うというのはちょっと違和感があるなというふうに感じました。で、大体こういう議論をすると、いや連携をしていますっていうふうにご担当の方は言うんですけど、その連携って非常に簡単に使ってしまうけど、実態ではあまりいい連携していないということが非常に多く行政の中であるなというふうに感じていますので、伊賀さんがおっしゃったようなプロジェクトチームみたいな感じを作るとかですね、そういったことをしない限りはきっとこの後もそれぞれの課で、それぞれのゴール設定を作って、今まで通りにやっていくという流れはなかなか変わらないんじゃないかなというふうにすごい強く感じました。午後の2つも多分男女共同参画とユニバーサルデザインも、これターゲットとしては県民一人一人というターゲットで変わらないんです。多分ユニバーサルデザインという大きな考え方の一つが男女共同参画という考え方に入ってくると思いますので、本当はユニバーサルデザインのこれまでの蓄積があるのであれば、そこを重点化することによって男女共同参画の問題も包含していくんだという考え方が必要じゃないかなというふうに感じました。それでは回収が全て終わったということですので、県民評価者の方で
どこを重点、特に重点化した方がいいとか、縮小した方がいいというようなご意見があればぜひ伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。お答えの、書いたことを少しご説明いただければありがたいなと思いますが、いかがでしょうか。なかなかですね、難しいですよね。一日通しての感想であったりご意見でも構いませんので、いかがでしょう。じゃあ当てさせていただきたいと思います。ご発言いただいてない方にと思いますので、そうなるとどうしても端からというのが一番当たりやすいのでお願いいたします。はい、ものの意見で申し訳ないんですけれども、どの授業に関しても目的に対しての、活動指標ですかね、このあたりがちょっと直接的に関与している部分があまり感じられなかったという個人的な意見というか個人的なに感じたんですけれども、そのあたりもうちょっと指標を適切なものにして活動をしていってもらいたいなという感じがありました。以上です。ありがとうございます。他の方いかがでしょうか。どういうふうに当てるかというのはまた難しいところでもあるんですが、ちょうど今マイクがそこの方にいましたので、後ろで一番その女性。今日はなんかいろんな話を聞けてよかったと思うんですけれども、結局、まあ、途中で全て終わってしまっているというか、アンケートを取ってそのままあそうだったんだっていうふうに終わってしまっていたり、例えば県民から意見が出てきた、意見とかもあそうなんだっていうふうに途中で終わってしまってるっていうのも問題なのかなと思うんで、今回 ここで、いい意見とかも出たと思うので、そういうものを、しっかり反映させていただけたらもっといい意見になるんではないかなと思います。最後に総括があった時にですね、職員さんがそのためいらっしゃらないというのはどういうことなのかなと、一番大事な総括を職員が聞かないというのはちょっとおかしいんじゃないかなと思いました。どこかで聞いてるか分かりませんけど、ある意味で私も同様に聞いてます。これはい、どうぞ。コミュニティ の推進事業ですね、そのコミュニティの面から考えると確かにあれ三角とか無印になってしまうと思うんです。ただ私の自治会もですね、10年ほど前にこの事業費を利用させていただいて、自治会の会館というか公会堂ですねを建て替えました。実際400万でも非常にありがたい、現場としてはその400万でも実際いただけたら非常にありがたいというのがあるんで、ここのなんていうか、和を尊重する暮らしの系というこの、くくりじゃないとこ、まあ先ほども言いましたが防災の面とかで逆にねお金をいただけるっていうのをしていただけると、県民としてもですねこれからそういう建物を作るのやりやすいと思うんです。ちょっと建てても4000万以上かかりますんで、実際私の家あたりでも30万くらいの負担をしております。そうなりますと400万いただけるというのが非常にありがたいなと。それから横並びの件なんですが、一般の企業だとお金儲けが当然かかってくるんで、一つにすると何百万何千万の赤字が出るわけですよね。ただ申し訳ないんですけど、県の機構というのはそういうことはないと思うので、どうしても希薄になるというところがあるんじゃないのかなっていう
感じがします。以上です。でもよかったら今のご意見、ご意見に対してのご意見ありますか。あのですね、私も行政との付き合いっていうのはすごく長くてですね、あのいろんな委員だとかなんかやらせてもらってるんですけども、ただですね、あの行政っていうのはこう言ったからですね言うことを聞いてくれるだろうと思ったら失望するだけだと。じゃあですね、全く変わらないかというと長い目で見たら確実に変わってはいってる、ね、だからそういう意味ではですね、やはりあの行政にまあこういうところに参加されてこういう発言したこういう意見を提出したというですね、そのことは決して無駄ではない。ただですね、それで変わるだろうと期待しないでですね、まず大切なのは自分自身が動くことだと。だから私自身もですね、もうあの一応研究者ですけども、もう自分でいくら言ってもですね思ったより変わらないから、自分で飛び込んで実際にですね動いてます、いろんな形でね。でそうすることがですね、やっぱり現実に変えていく力なんだと。だからそういう意味ではですね、私はこういうところに参加されてこういう話を聞いたのが、自分が具体的に行動する上においてプラスになることがですねたくさんあるだろうと、それを生かしてもらいたいですよね。でその上でですね、行政に対してですね、あのことを言ったのにですね、あれはどうなってんだというですね、そういう厳しい目でね、やっぱりあの監視を続けるというですね、それはお願いしたいと思います。以上です。先ほどのコミュニティ施設のところはまさにそうで、もともとやってる時の事業の目的はある意味防災とはちょっと違って、いかに地域 の拠点を作るかというところだったものが、東日本大震災も含めて防災機能というものが新たについてきたなと思うんですよね。やはり住民からすると結果的に来るお金は一緒だと思うんですが、運営をする行政側からするとこの事業をすることの意味が変わってきてるんで、やはりそこは位置づけも変えていかないとダメだと思うんですね。もし防災機能ということを前面に出すんであれば、他の施設の中でそういった防災機能がどれぐらいあるのかとか、そういったことも含めて多分見直しが必要になってくるんだろうなと思います。他にご意見があったらいかがでしょうか。お一人ぐらいじゃあさせていただきたいと思います。こちらが一番前の一番奥の方、今日はありがとうございました。最初の方が言われたんですけども、私も思ったのは、成果指標の内容ですね、これが、あまりにも不明確、不十分だなというふうに思いました。せっかくアンケートを取ったり、会議を開催したりというふうな、その結果が、それをじゃあ同じようにコミュニティをやろうとするところ、あるいは NPO、それからその UD の企業、そういったところにその反映されていくっていうところをやって初めてこの事業の目的が達成されるんじゃないかと思います。私の会社でもそうですけど、学校の会議とかなんとか大会とかっていうのを始めると、なかなかそれを長年やっていく中でなかなか変えていけないんですよね。そういったところをやっぱりどっか毎年少しずつでも変えていくっていうことを言ってきてはいたんですけども、そういうことをやって、初めて次の段階へ進めるんじゃないかと思います。私は今日の評価統括の中では全て無印にしたんですけれども、やはり県の皆さんには努力していただいている、今日の内容をもう一度その目標設定をもう一度再度明確にし直して、で再調整をしていただけたらありがたいなと思いました。以上です。ありがとうございました。それでは、県民評価者の方の、集計がまとまっておりますのでご報告いたします。今日は全部で29名、の評価者がおられますが、まず1つ目の NPO 推進事業、小柱が多様な主体による共同促進ですが、それについて重点化すべきというふうに書いた方が10名、縮小をすべきだという方が11名です。2つ目の地域コミュニティの強化の施策の中でのコミュニティ施設の整備助成、こちらは、重点化をすべきという方が12名、縮小という方も同じく12名です。3つ目、ユニバーサルデザインの推進という小柱の中の、この推進事業費ですが、重点化をすべきという方が4名、縮小すべきだという方が18名です。
4つ目、男女共同参画の推進のための事業費です。重点化すべきだという方が6名、縮小すべきだという方が8名です。これ一つの、基準として29名のうちの過半数の方がつけられたところを一つの、指標にしようということにしておりますので、それでいくとですね、3番目のユニバーサルデザイン推進事業費では縮小すべきという方が過半数18名、おられましたので、これをもって何かの結論というわけではありませんが、こういう結果だということをまずご報告をいたします。コメントですね、非常にたくさん皆さん書いていただいていまして、多分ここで書かれていることと先ほど来出ている議論かなり重複をしていたかなとこういうふうに思います。これも取りまとめというわけではないですが、一つの今日一日の、総括という形で、いくつか申し上げたいと思います。一つは今何人かから出ましたが、目標設定、について非常に曖昧になっているという、これをが不正確な状態だと結局今どういう事業どういう状況にあるのかというのが分からなくなってしまうとこういうことがあるので、目標設定を明確にすべきということが一つ目。二つ目、これもご意見になりましたが、実態調査、実態把握が不足をしているんじゃないか、また調査をしていてもその後の動きにつながっていないんじゃないかというご意見、これ評価シートの中にも書いてありました。今日議論の中にいくつか出ていましたが、実態把握はもともと行政非常に不得意だなというふうに感じるところもあります。今どういう状況にあるのかという、これ一つ目の、論点とつながるんですが、どういう状況にあるかということがわからないがゆえに、結果的に普段やっていることが前例踏襲で同じことをやっていることにつながっているんじゃないかとこういうことが、言えるかと思いますので、これが二つ目になろうかとこういうふうに思います。三つ目です。こちらが特にユニバーサルデザイン過半数でしたので、こちらのコメントも結構書かれておりまして、ハードの見直しばかりに注力をされているんじゃないか、結果的にもちろん今日ご説明の中ではそうではないという話もありましたが、今後必要なのはソフト面をいかにして、県民に伝えていくかということに、注力すべきだとこういうご意見がありました。ユニバーサルデザインという考え方を広めるということと、この推進事業でやられていることというのは、ギャップがあるんじゃないかとこういうご意見もありましたので、これを一つの取りまとめ総括とさせていただきたいとこういうふうに思います。ちょうど時間ではあるんですが、もしご意見ある方いらっしゃいましたら、よろしいでしょうか。それでは以上で総括セッションを終了をいたします。